はい、ということでですね、今日はですね、兵庫県知事の斎藤元彦知事についてですね。で、今日はね、大きくね、二つやっていきます。で、これぐらいして結構ね、相反する二つなんですよね。で、まずですね、最初にですね、最近ちょっと話題の、これがですね、斎藤元彦知事、実はですね、本当はこれ、悪くない説。だからね、はめられてるって説ですね。で、最近結構ね、急にね、そういうところに上がってますよね。で、もう一個ですね、それとはね、真反対、逆の、やっぱりですね、あの件ね、重要証言が、 またたですね出ててきっ話本当だからね、満体の話なんですよ。でもこれ多分ね、両方ですね、聞いておいた方がいいんじゃないかと思うんですよね。だからですね、光の戦士だったって話と、そしてもう一個ね、闇落ちしてるって話ですね。両方ね、してきます。はい、じゃあ、まず初めにですよこれね、斎藤元彦知事、実はですね、事実無根で、陥れられてるって話ですね。だからね、実はね、元彦は光の戦士で、でですね、巨大な悪にメスを入れたから、だからね、マスコミたちに印象操作されてるって話ですね。 急にね、出始めましたよね。ただ、ちょっと言っときたいのが、強く言っときたいのが、僕のチャンネルですね、前から見てくれてる人は分かると思うんですけれども、僕もこのね、斎藤元彦の知事の動画、何個も作ってますけれども、僕それね、最初から言ってますよね。これ、後出しじゃんけんじゃなくて。だからね、僕ね、斎藤元彦知事、用語じゃないんだけれども、ただこの件ですね、マスコミがちょっとおかしいので、踊らされないようにってずっと言ってますよね。だからね、やばい件で事実認定されるまでは、冷静に見ていきましょうってずっと言ってますよね。最初から言ってるんですよね。 ただ本当ね、最近の2動画ぐらいは言ってなかったんですよ。なんでかっていうと、まあ、ちょっとね、別に深い意味ないんですけど、もうね、毎回毎回言ってたんで、しつこいかなと思って、最近のね、2動画だけ言わなかったんですよね。ただね、もう見てもらえばわかるんですけど、ずっと言ってんですよね。で、僕がですね、今まで言ってきたことっていうと、きっとこれね、再度なんですけど、まとめるとですね、まず今回ですね、亡くなった A さんが告発したですね、パワハラと補助金管理問題について、県の職員数千人に聞き取り調査してるんですよ。その結果が、こんな感じ。これもね、前見せましたよね。 だからね、見てのとおりこれ、なんとですね、実際にパワハラみたいなことをされたとかそれを見たって人はこれなんとですね、1.3%だけなんですよだから他の、ね、98.7%は聞いたことないもしくはこれ、噂とか聞いたことあるぐらいなんですよね。ね、ね、で、でそそしてです、ね、その、ね、直接聞いたことあるって内容その内容もこれです、ね、パワハラにしても殴ったとかだから殴られた人とか土下座をさせられたとかそういうね、ひどいものってないんですよね。あと、ね、こんだけ調査してもなんかですね、これ斎藤元彦知事が怒鳴ってる音声とかそういうのもないんですよね で、あとですね、いろいろね、物をもらったって話。これもですね、他のね、元知事の人も言ってるんですけど、知事ってのはですね、もう9割方はみんなですね、いろんなものをもらってるって言ってるんですよね。だから、まあ、いいことかどうか置いといても、そんなね、なんか、やめるっていうほどのことじゃないって言ってますね。あと、またですね、あと一つ紹介しますけれども、このね、メディアが一番報じてる今のですね、何かをもらってるって話も、これもね、裏取りで物をあげた企業に直接聞いてみると、これがですね、ちょっとこれ、メディアが報じてる話とは違ったケースがかなり多いんですよ。 だからね、メディアがデマを報じてることがめちゃくちゃ多いんですよね。なんでこんなにですね、メディアがね、嘘を報じてるのか恐ろしくなるぐらい違うんですよ。で、あとですね、さっきあった数千人に聞いた、県の職員数千人に聞いたやつでも、現金をもらったみたいな話出てこないですよね。そうして、あとですね、一番の問題と言われてる、兵庫県が企業に補助金を出して、で、その代わりに企業から県が募ってた阪神オリックスの優勝パレードの寄付金とか、あとですね、斎藤知事の政治資金パーティーのパーティー券を 買ってもらってたって疑惑。あくまで疑惑ですけれども、これについてもね、決定的な証言出てないんですよ。だからね、県の職員数千人に聞いても出てこなかったんですよ。これね、外部も含めて、少なくともね、一週間前ぐらいまでは何もですね、一切ね、重要証言出てこなかったんですよ。だからね、そういったですね、事実ベースで言うと、これがですね、告発された内容っていうと、大きく問題になるようなことは何もですね、証明されてなかったんですよね。なのに、何にもかかわらずですね、 終わらないマスコミの過剰報道、そしてデマがね、おかしいぐらい含まれてるんですよね。で、ただね、これね、斎藤知事が一つだけやらかしてたのが、これがですね、まあ、皮肉なことに、告発された内容よりも、そのですね、告発をした告発者 A さんに対する対応なんですよね。そこで初めてですね、致命的なミスを犯してるっていう。だからね、告発者の特定とか処分なんかですよね。で、ただこれですね、ちょっとね、消化してなかったんですけれども、知事は今回のですね、A さんの告発をこんな感じなんですよ。こんな認識なんですよ。 公益通報に該当するっていうことは、まあ今からでも、あの、思ってなか、思ってないです。道義的責任っていうのは、何かっていうのが私わからないです。って感じなんですよ。だからね、A. さんの告発は、これね、公益通報ではなくて、ただね、怪文書をばらまいただけって認識なんですよ。そういった理解なんですよ。だからね、こういった理解だったから、犯人探しをした、というスタンスなんですよね。これね、斎藤知事ね、見てもらった通り、結構ね、これ本気で、本気で言ってると思うんですよ。そんな感じだと思うんですよね。 確かにこれですね、公益通報と外務省のばらまきっていうと、そのね、境目は何なのか。確かにこれね、A さんの枯渇の内容っていうと、ひどいパハラの証拠とか、あとはですね、補助金管理問題とかについて、あまりね、重要な証拠なんかは添付されてないんですよね。だから僕もですね、以前のね、何個目かの動画で、ちょっとね、怒る人いるかもしれませんけども、ちょっと言ってしまったのが、これからですね、知事が言ってるように、A さんの枯渇って、本当にですね、噂を集めて作っただけのもの、な、可能性もね、あるんじゃないかとちょっと言ってるんですよね。 別にね、今でもその考えっていうと、完全に変わってるわけじゃないんですよね。まあ、その可能性もまだあるかなと思うんですよね。で、あとこれはですね、人数の問題じゃないって言われたらそうかもしれないんですけども、ちょっと紹介したのが、今回ですね、告発をした A さんと、あとですね、阪神オリックスのパレードの寄付金集めにも関わってた B さんって人が、自分で自分の命をってなってるんですけれども、だからね、2名死んでるんじゃないかって話なんですよね。ただね、これちょっとバズってたんで紹介したいんですけど、こんなのあったんですよ、俺。こんな感じ。これね、静岡県ですね。読んできます。静岡県職員の自殺者が、 2009年から2016年の過去8年間で41人に上ることが分かった。川勝県知事が12月18日の定例記者会見で明らかにし、朝日新聞などが報じた41人の内訳は、知事部局が17人、教育委員会や県警本部が合わせて24人、知事部局とは企業局と癌センターを除く県庁内の部局の総称で特定の部局を指すものではない。川勝知事は会見で、うっせきしたものがあれば言える環境、言える職場で空気を作っていきたいとコメントしてるって感じなんですよ。 だからあのですね、リニアモーターカーを止めていたとんでもない知事、川勝知事ですけれども、これがですね、8年間の間に41人が自殺していると。だからね、毎年ね、5人はね、死んでるんですよね。しかもこれ、県庁の中で17人ですよね。だからまあね、全くね、良くないことだけれども、やっぱりね、何千人もいたらですね、自分で自分の命を取った人は他の県でも出てるっていうね。で、もちろんね、今回のですね、告発者の A さんを知事がね、追い込んだだろうっていうとそうなんでしょうけれども、ただこれ、知事の言い分としては公益通報だとは思ってないですからね。 で確かにね、これ、今回の枯渇っていうと、重要証拠とか添付されてないんですよね。で、まあ、ということでですね、以上のようなことから、僕はですね、斎藤知事用語じゃないんですけども、ただね、今のところは、まだですね、辞職しなければいけないことは、事実認定されてないんじゃないかなって、ちょっと思うんですよね。だからまあ、これね、マスコミの報道に踊らされず、冷静に今後ね、どうなるか見守りましょうって言ってたんですよね。ずっと言ってたんですよね。まあね、前から僕の動画ね、見てくれてる人わかると思うんですけど、ちょっとね、復讐みたいな感じでしたね。 あ、これね、一個だけ例としてデマ報道とか紹介しておくと、これぐらいですね、例えばですね、A さん告発した中にこんなのあるんですよ。関崎郡市川町からは特産品のゴルフのアイアンセット、かっこ約20万円が贈呈されている。しかも、使いにくいからと再度別モデルをおねだりしたという情報もある。って言われてるんですよ。ま、そうに告発されたと。ただこれぐらいですね、このね、アイアンセットのメーカーに聞いてみると、こんな感じなんですよ。2022年秋に知事が視察に来て、 ゴルフクラブを送ったのは事実かって聞かれてで、それに対してメーカーがですね、はい、結構な大人数で来られた、斉藤さんから欲しいと言われたわけではなく、周りの随行職員の方が、せっかくなら顕著に展示して、もっとアピールした方がいいんじゃないかと提案したから、お送りさせていただいたんだと思うって言ってるんですよね。で、あとですね、さらにですね、告発文社職員のアンケートでは、その後別モデルと交換してもらったとあるんだけれども、そうするとメーカーがですね、こう言ってるんですよ。それはないですね。少なくともうちではないって言ってるんですよね。 で、まあこんな感じなんですよ。だから結構ね、今回の件っていうと、こういったパターンめちゃくちゃ多いんですよ。だからね、これ、送ったっていうメーカーとかに聞くと、事情が違うってパターンすごいんですよね。なのになぜかテレビとかですね、普段ね、こう、裏取りできてないから報じないとか言っていて、だからね、キアラ事件とかもね、報じないじゃないですか。それはなんでかっていうと、裏取りできてないからって言うんですよ。なのに今回の件に限ってはですね、裏取りできてないのに、異常なほどですね、裏取りせずに報じまくってるんですよ。本当にちょっと今回の件ね、異常なんですよ、メディアが。 あちなみにですね、今のね、アイアンセットですけれども、知事はね、視察後に、ちゃんとこれ、まあ、ちゃんとって言い方で正しいかわかりませんけども、ツイートして、県の技術を宣伝してるんですよ。こんな感じ。宣伝してるんですよ、ちゃんとね。はい。という感じで、斎藤知事の問題なんですけれども、ただね、僕はね、以前から気にしてるポイントってのは、一つだけあるんですよね。だからね、国会がですね、闇落ちしたかもしれない疑惑の話なんですけれども、それが、今回のですね、告発や告発した二つの表現の補助金完了問題ですね。これだけなんですよ。で、それが、だからね、 事実認定されたら、それはもうね、知事はね、アウトって思ったんですよ。ダメだよねって思ったんですよね。ただこれほんとね、数日前までこれ、これについてもね、一切重要証言なかったんですよね。けど、これね、一個前の僕の動画で、サイト知事の動画で紹介した、だいぶ遅れてですね、やっとこれ重要証言っぽいもの出始めましたよね。で、前回ですね、紹介したのが、あるね、金融機関の人が、これがですね、アイラドットのインタビューで匿名で答えてるんですよ。それがですね、 のの会の宣伝にも使われた2023年11月にあった阪神オリックスの優勝パレードそのために兵庫県がですねパレードのための資金を集めるクラウドファンディングをしていてそれに寄付したらですね後で内緒でですねそれ以上の額の補助金を県が出してあげると聞いたんで300万円の寄付をパレードの終わった後にしたって証言出てきたんですよねこれねだからねこういった証言どうなんでしょうねこれももしかしたらねマスコミが作ったデマ嘘なのかどうかっていうねでそしたらこれが アイラドットに続いて、今度ですね、TBS がなんと、今回ね、3人から証言を取ってきてるんですよ。これね、紹介していきます。これちょっと読んでいきますね。まずね、一人目がですね、元県庁職員なんですよね。その人はこう言ってるんですよ。県庁の職員の人が、寄付が全然集まらない、大変だという話は言われていて、どないするんやろうと思っていた。そしたら県は、パレードの後も寄付を求め続けたが、状況は途中変わったという。で、それがですね、プラスに型がつきそうやと、ポンとお金が出るわけがない。 なんかするんやろうなと感じたってあるんですよね。で、これね、誰がですね、プラスに肩がつきそうやって言ったのか出てないんですよね。まあ、で、そしたらこれね、なぜかですね、パレード前に寄付してくれた金融機関ってのは、たったね、2社だったんですよ。これがなぜかですね、パレードが終わった後になぜかこれ、11社に増えてるんですよね。まあ、だからね、その時点で変ですよね。だってこれ、寄付金を出して、で、パレードの時とかにロゴをね、入れてもらったりとかするのに、そのね、もうパレードが終わった後になぜかですね、寄付する金融機関が 倍増どころじゃなく増えてるっていう。ちょっとね、意味不明ですよね。怪しいですよね。あとこれね、なんでこれ金融機関に注目かっていうと、だからね、企業はね、寄付金ってね、別にね、金融機関に限らなくていいじゃないですか。でもこれ、なんでこれね、金融機関に注目かっていうと、今回言われてる、県から出る補助金ってのが、これぐらいですね、中小企業を支援した金融機関に、県が出す補助金だったからなんですよ。それが使われて、加入されてるんじゃないかっていう、そんな話なんですよね。そして、もう一人これ、これぐらいですね、信用金庫の関係者って人が喋ってるんですよ。こんな感じ。 副知事から寄付金が足りてないのだが赤字を出すわけにはいかない。寄付できないか、補助金はしっかり出しますんで。と言われたそうだ。そう言われたら、数百万の寄付は断れない。って言ってる人いるんですよね。これだからね、すごいね、重要証言ですよね。で、ただこれぐらいですね、TBS はそのですね、寄付をしていて、かつですね、補助金を受ける予定の13の金融機関へ質問してるんですよ。質問状を送ってるんですよ。で、8社から回答があったと。で、そのうちいくつかがですね、県からね、直接お願いされたのは確かって言ってるんですよ。 だけれども、すべての金融機関がですね、寄付金と補助金の関係性を否定する。まあ否定してるんですよね。で、あとですね、寄付をした信用金庫の幹部の証言がこうなるんですよ。片山副知事が本店に来られ、資金が不足しているので、改めて協賛をお願いできませんかと。メリットなんて考えていません。地域の金融機関として協力しました。って言ってんですよね。とのことです。まあでもこれはですね、前も言いましたけどね、金融機関も言っちゃうとね、共犯になっちゃうから、証言できなそうですよね。あとね、これね、出てくるのは全部ですね、 全部片山副知事なんですよね。だからね、斎藤知事じゃないんですよ。もちろんこれね、補助金の額を増やしたりする決済券っていうのは、多分これね、斎藤知事になるんでしょうけれども、ただそれもですね、片山副知事が単独で、例えばですね、違う理由をつけて斎藤知事に話してるかもしれない。どうなんでしょうね。あとこれですね、今年の補助金っていうのは1億円だったもの、これがですね、不自然に3億円増やしてですね、全部でね,ね、4億円してるんですけれども、だからおかしいって言われてるんですけど、ただね、実はこれね、去年っていうのは、兵庫県のね、この補助金っていうのは、 8億円あったんですよ。8億円の補助金。だから今年ですね、増額して4億円だけれども、それでも実はね、去年の半分なんですよね。だからね、片山副知事が何か別の理由をつけて、斉藤知事からね、了承を取り付けて増やすことってのも可能なのかなとかって、ちょっとね、僕の妄想、僕の想像ですけれども、思ったりするんですよね。もちろんこれね、斉藤知事が片山副知事に指示をしてる可能性ってのも、もちろんね、全然あると思うんですよ。まあ、とにかくね、とりあえず、今出てきてるものってのは、疑わしい状況があるだけなんですよね。 これね、まあ、実際はね、どうかは別としても、これ、指示したメールとかが出てこない限り、なんかこのままですね、疑惑で終わるかもしれないですよね。そんな気もするんですよね。はい。そして、最後ちょっとね、もう一個だけ紹介したのがあるんですけど、これね、何かっていうと、前からね、言おう言おうと思ってて言えなかったのが、ほんとちょっとこれね、用語とかじゃないんですけど、でもやっぱね、おかしいなってうものがあるんですよね。何かっていうと、これね、自分で自分の命をってやってしまった、そのね、告発者の A さん。その A さんを、 めちゃくちゃ副知事の、今出てきた片山副知事がですね、詰めたって話。これね、めちゃくちゃ言われてますよね。なんかすごい詰めてる音声があるっていう。これ皆さんでもね、そのね、すごい言われてるんだけどその実際のですね、音声。実際の音声聞いたことあります、これ。実はこれね、音声っていうと、文集の有料記事になるんですけど、そこで聞けるんですよ。これぜひね、聞いてほしいんですよね。元のやつを。実はね、あれを聞いた僕の感想なんですけど、ちょっとね、意外な感想なんですよ。僕はですね、実際にね、音声聞いてみて、だからね、副知事と A さんのやり取り聞いてみて、 ちょっとね想像と違って、なんかすごいソフトだなと思っちゃったんですよ。なんかこれね、片山副知事のセリフっていうと、関西弁なんで、だからね、関西弁で、だからね、文字にしてみるとすごいきつい感じがするんですよ。でもね、そんな感じじゃなかったんですよね。なんかこう、これね、怒鳴ったりとかしてないし、どちらかというとですね、これね、告発というか、怪文書というか、それに対してね、怒鳴ってるとかじゃなくて、嘆いてる感じなんですよ。なんでこんなことしたんやってやってるんですよね。なんかすごい嘆いてる感じだったんですよ。まあ、あくまでね、僕が聞いた感じですけれども。 で、これがですね、副知事と告発者の A さんって言うと、実はこれね、長い付き合いだったみたいで、だからね、副知事はですね、A さんのことを、まるまるちゃんって言ってるんですよ、まるまるちゃんって。だから、例えばね、佐藤さんだったら、佐藤ちゃんとかって呼んでるんですよ。だから、そんな呼び方してるんですよ。で、そんな感じでね、宮中の中だからか、これね、副知事は嘆きながらこう言ってるんですよ。なんでこの文章をですね、仕事のパソコンで作ったんだよって。これがですね、家のパソコンで作ってくれてた自分はですね、 A ちゃんのパソコンを押収したりとか、こんなことしなくてよかったのにって、普通にですね、嘆いてる音声なんですよ。全然ね、皮肉とかじゃないんですよ。でもね、それが報道だと、なんかね、噂話だと A さんに無理やり言わせたみたいになってるんですよね。僕なんかね、あの感じからすると、本当にですね、噂話を集めたって思ってる、副知事は思ってる感じに聞こえちゃったんですよね。まあね、もちろんこれ、事実わかんないですけれども、音声を聞いた感じだと、実際に聞いてみると、僕はね、そんな感じの音声でしたよね。 だからやっぱりね、今回の件っていうと、ちょっとね、過剰報道とか、かなりね、ねじまかった報道がされてるのは本当かなと思うんですよ。まあね、最初から言ってる通りあるかなと思うんですよね。で、まあただね、さっき言ったように、補助金の完了疑惑っていうのは、誰が主導したかわかんないですけど、かなりね、疑わしくはあると思いますね。はい、ということで今日こんな感じなんですけど、まあ今後もですね、冷静に見ていきましょうって感じですからね。はい、ということで今日はですね、こんなところでございます。